ックビューだから、この宮下パークに行けば。今、保険買わなかったら、ビットコインバッグ買おうとしてた。あの時バッグを使ったから。ああ、じゃあ時計でよかったね。空いててほしいわ。雨の中のバーベキュー、はい、楽しみたいと思います。この人さんですか。おはようございます。待ったよ。ごめんなさい。2時間待った。2時間しかっすね。富山から東京来れますね。2時間だったら。そうだね。今日は渋谷で。そうですね。東京初じゃない。いや、TikTok 行かれますよ。ルイ・ヴィトンの。すぐそこ。何時チェックインですか？3時チェックインだから。もうじゃあもうちょいっすね。チェックインできるから。ちゃんと売ってないっす。売ったら負けだよ。売ってないっす。じゃあチェックインして。チェックインして中で部屋に見よう。そうですね、うん、初めてですよね。初めて。僕がおすすめした、おすすめのなんか渋谷っぽい。まあ分かりますよ、言ってることは、うん、じゃあちょっと渋谷にいそうな、そう、ね、人種のたくさん。チェックインしてまたつけましょう。9階だから結構長いんじゃないですか。一応ね、パークビューでした。おー、いいですね。どうですか。え、狭くない？これで困んの。まあ最近ホテル高いですからね。じゃあ、これで、まあ、パークビューだからこの宮下パークが見えるっていうわけだね。こんな感じです。このボタンが良くないですか。これ。あ、ちょっとチェックしよう。え、シャワーとトイレ。これさ、あれだね、外国人向けだね。まあそうっすね。宮下パークと、あれなんだっけ。どれですか。渋谷のスクエア、なんとかスクエア。スクランブルスクエア。あ、スクランブル。今日あそこっすよ。あれか。ここです、ここ。はい。あそこの屋上っす。なるほどね。あそこで今日は何が起きるんですかね。何するんだ。まあバーベキューをしようかなと、うん、20人くらいで。翔さん、あの打ち合わせとかあったじゃないですか、東京で、うん、なんか機会いいなと思って、ね、打ち合わせ結構ね、今回がっつり詰め込んだね、うん、いろんな進展があったみたいですね。そうね。改めまして、東京いらっしゃいです。もうさ、さすがにマンション借りたんはいいね。だって、ここいくらですか、一泊。ここは5万しないくらい、4万5000円くらい。でも今日ここ一泊ですよね。ここ一泊で、うん、一昨日と昨日もあるんですよね、うん、そこは合計でいくらぐらいだったんですか。そこはでも2泊で10くらい、同じくらいだね。おー、うん、したら、借りた方がいいですね、うん、だね、だから、そう、それなんだよ、結局服、靴を置いときたくて。3日4日のスケジュールになるとさ、靴同じの履いてなきゃいけないからさ、荷物も邪魔だし、チェックインチェックアウトのさ間の時間とかもあるじゃん。だいたい昼頃チェックアウトして、でチェックインがさ15時とかだから、その間ねうろうろしてないといけないさ、荷物持って。借りよう。じゃあ今から内見行く。この天気で、うん、翔さんね、これいつ雨なんだよな、うん、違うわ。打ち合わせはどうだったんですか。打ち合わせは昨日ね、あの広告代理店の人と昼打ち合わせしてて、で一応ね5つくらい新しい案件が決まりました。今さ FX の情報発信ばっかりじゃん。でそこから派生して、まあ、他の投資もやっぱね発信していきたいなと思って、でその中でさ、やっぱ僕は今不動産結構力入れてるじゃん。だからその不動産関係で発信できるような、ただ不動産買うってなるとさ、やっぱ何千万っていうキャッシュが必要になるから、なかなかさ参入できないでしょ。だからそのファンド形式のやつ、その不動産ファンド
でその株を買うようなスタイルのやつがあって、で結構手堅くね、年利 4%5% くらいで回せるんで、アプリで資産運用していけるやつ、はいはい、自分でね口座開設したんだけど、実際やってみて、でそれの紹介とかしてこうかなと思って、まあ実際に翔さんがやってよかったらって感じですよね、うん、そう、うん、それはあれですか、 YouTube、 YouTube でこのアカウントかサブアカになるかもしれない。あ、サブアカ持ってるんですか。ショート用のアカウントあるじゃん。あ、あれか。これからさ、リールの動画あるじゃん、はい、あれをショートで上げつつ、サブの本当に編集なしね、喋りっぱなしで、うん、テロップも何も入れずにアップするような感じでさ、でゆるっとした感じですね、うん、で上げてこうかなと思います。サブちゃんが始まるのか。まあでも本ちゃんでもやるかもね、その辺は。いいですね、うん、しっかり編集してもらってね、結構ね有益な感じになると思うよ。今ね結構その先方も乗り気でさ、組んでなんかできるかもしれない。代理店からの提案だけど、やっぱ新しくできたばっかりのサービスだから、やっぱいろいろね、あの拡散してほしいんだろうね。何してたの？もう一日は。あ、角川さんと打ち合わせ。そう、角川の担当さんと打ち合わせと、あと僕の税理士の先生と。おお、うん。東京なんですか？東京。あ、そうなんですか、ね？そう。東京でいろいろ連れて行ってもらいました。東京撮影は久々じゃないですか。そうだね。でも来週は来るよ。来週はまた別の代理店の方と。東京でじゃあやりたいことはやりましたか。東京でやりたいことなんかないもん。東京に住もうと思わないですか、そろそろ。いや、住もうとは思わないけど、でも頻繁に来るからさ、やっぱマンション欲しいね。マンション借りるとなったら条件は、うん、オーシャンビューの高層階のプールとジム付き。東京でさ、ちょっとジム行ったりとかの移動だけでも結構大変じゃん。下に飲食店が入ってたりとか。あ、お店。うん。まあ徒歩圏内に飲食店がいくつかあって、まあウーバーもできるけどね。地域は、場所はどこがいいですか。地域どこになる。オーシャンビューってなると結構限られてくるじゃん。まあ豊洲くらいかな。逆にでも、翔さんの自宅、まあ公開はできてないですけど、結構ビューいいじゃないですか。うん。逆になんか。こういうところでもいいんじゃないですか、東京は。シティビューってこと。そう。シティビューだとどうなんだろう。エリアで言うとさ、渋谷、六本木くらいの方がいいのかな。あ、そうですね。だよね。多分さ、動くってなったら、夜の見に行くってなると大体渋谷、六本木とかだもんね。うん、その後の帰りを考えると、まあその辺りの方がいいのかな。でそんな広い部屋じゃなくていいからさ。だって住まないですもんね。住まない。寝泊まり。うん、だからちょっといいホテルくらいのさ、間取りでいいんだよね、うん、1LDK で 1L もいらないか、 LDK くらいでいいんじゃん。作業部屋とかいらないですか。うん、いらないな。でも長期滞在になるとさ、 FX の動画撮ったりしなきゃいけないしね。どうしよう。じゃあ六本木渋谷あたりで探す。ご飯食べました。ご飯まだだけど、じゃあちょっとカフェ行きますか。行く。雨収まったら。分かった。収まるのこれ。ちょっとまた外出るタイミングがあればつけたいと思います。はい、はい、行きますか。行きましょう。じゃあこれからカフェ行って、はい、シーシャバ行って、バーベキューして。バーベキューが一番気分乗らねえ。多分バーベキューというか普通にご飯っすよ。あ、ならいいけど。え、ここでカフェ寄るってこと。この辺りのなんか入ってます、うん、そうしよう。で、C 社行こっか。はい、朝移動ね、省けるしね。ここ結構有名じゃん。うん。あ、そうなの。ダムカフェ。空いてる？空いててほしいわ。どうしよう、どうしよう。オムライスある？え、ないの？オムライスない。いや、ご飯食べたい。だから、キーマカレーかな。ココナッツミルクカレーでもいいし。ココナッツミルクカレーにしよう。と、昆布サラダでいきます。コーヒーでか。生ハム。
東京のどこ行くと好きになれるんだろう。東京、うん、お台場あんまですね、うん、ちょっと田舎風がいいんですか。どこがいい、どういうのがいいのかな。シティだったらもう来てるじゃないですか、うん、なんかね、どこにいても、ね、落ち着かないんだよね。そうそうそう、居場所って感じがしない、うん、多分それ慣れてないからです、うん、僕富山最初そうでしたけど、うん、もう居場所です。居場所になっただって、うん、アッパ行ったらいつもありがとうございますって言われそういいじゃん。なんか行きつけのお店とかできたらね、居心地よくなるかもね。あ、これだけで結構満足かも。美味しそうだ。エビもおらい。あ、これ何？昆布サラダだけど昆布サラダじゃない。全部取っていきますけど。いや違う、普通にこっち側から綺麗に取った。いや今ニヤニヤしてたの見ましたよたまたまだよ。そんななんか食べ物に関してはそんな汚くないから。全部食べちゃっていいですか。めっちゃ緑グリーンサラダになったね。美味しいっすよね、うん、東京の好きなところは大人の人たちがご飯出してくれる。割り勘が多い。割り勘多いね。何なんだろうあれ。こういうのあります、うん、お金稼いでんだからおごってよみたいな、まあ、同年代とか。あ、あるある、うん、おごってよじゃなくていや出してくれて当たり前でしょみたいな感じで来る。そっちのスタンス、うん、え割り勘なのみたいな感じで出してもいいけど、出した瞬間からお前友達じゃねえかな。結構さ、ボリューミーだね。え、美味しそうこれ。食べていいっすよ。なんかね、人のやつ美味しそうに見えちゃうんだよね。ちょっと一口食っていい？はい。思っていい？食べてみてください。なんかね、スパイスの塊みたいの食った。でも美味しい。じゃあちょっとゆっくり食べていきましょうか、うんうん、食べ終わったらつけます。え、そんな感じで。どんな感じご飯を食べ終わりました。はい、どうでした。え、美味しかったよ。静かったし。じゃあ次は C 社ね。はい。なんか急に賑やかになったね。渋谷だね。やっぱ居場所じゃないな。逆にずっといたらバレるんじゃないですか、うん、かもね。でもさ、することないんだよね、ここみんな何してんのこれ口かほんと行ける。ここは美味しいからいいっすね、うん、渋谷感ないね。渋谷感ないっすか。渋谷感なくない。渋谷ってもううるさいイメージしかない感じ。こういう感じの欲しいですよね。うん、富山に欲しいね。作るのはいいんだけどさ、その後の運営だよね。でも多分住みたい人いっぱいいますよね。うん、いると思う。ただ高岡じゃないな。子供はダメなんでしょう。未成年はダメだよね。本当は時計買わなかったらビトンのバッグ買おうとしてたんですよ。あの時バッグ欲しかったから。ああ、じゃあ時計でよかったね。まあそうですね。うん、朝起きて、うん、僕カメダナにいつも挨拶するんですけど、カメダナあいつと私に、うん、眺めてるの見て、うん、今日よろしくいつか絶対助けてくれるんだよそいつが。もう本当に本当にヤバいって時まで手放しちゃダメで、なんか本当にヤバい時に安心感あるやん。これ打ったらお金になるって安心感あるやん。これなんか新しく来た保険だけど、赤坂の、まあ、マンションだよねこれ多分。このマンションを建てるのに出資を集めてるのね。で、全体で16億8300万円か。で、今ゼロ。うん、これ今本当に今来たばっかりのやつで。
売却した時の売却損を、まあ、運営が負担するみたいな感じだから、なんかプラスになることあってもマイナスがないみたいな言いましたんだよね。じゃあ例えばここに1億入れたってしたら、うん、定期的にその何パーが入ってくるのかな。そうそうそう、これで言うとそう、まあ、まだ想定利回りだけど年利 4%、 1億入れたら、まあ、年間400万か。一応24ヶ月が想定運用期間だから、まあ、2年持っとけば800くらいは入ってくるよっていう。マイナスはないってなったじゃないですか。まああると思うけどね、今んとこないっていうだけでさ、うん、やっぱこの関東圏の不動産に関しては高すぎると思うからさ、ちょっと怖いね。だから逆にさ、なんかこう赤坂とかじゃん、関東じゃない物件とか金沢、富山とかってことですよね。金沢も上がりすぎてるんだよね。だから本当の地方とかだったらまだ名古屋とかじゃ、まあそういうイメージですよね、うん、関東ってよりかは地方、地方の、いや全然割安だなっていうようなやつ。これ最大 4% なんですか。想定だね、サイト自体これ。いや違う、この物件の利回りが。じゃあ 5% っていうところもあるんですね。関東で 5% はほぼないと思うよ。取れないもん、そんなに。今建築費上がってるし。クルーザーはな、まあ本当はね売りたくないんだけど、2100だったらまあ売りだと思う。ですよね、何、5年ぐらいですよね、乗った。5年乗ったから。それで全然良くないですか。まあまあ。え、あのモデルって中古に出てないんですか。もう出てない。あれ2015年のモデルだからもう8年前の船なんだけど。綺麗ですね。綺麗だよね。式だ。あ、これかっこいいね、この木のやつ。売ってます。売ってんの？ここに売ってます。あ、ここで売ってんの？うちのこれにしたいな。吸うんですか？家で。え、めんどくさいけど吸う。今日大学の友達が電話して、うん、僕会社やってるじゃないですか。で、私も来年自分の誕生日に起業しようと思ってるみたいな経緯なので。だからまず副業とかでやってある程度売り上げ立ったらやめた方がいいよみたいな、せっかく会社になりたんだからって。うん、誰でもなれると思ってるんです。まあまあ起業は誰でもできるよね。え、もういきなり法人化するってこと。そうっす。え、なんかスキルがあるわけでもなく。もないなもない。あ、そうなん。じゃあもうただただ税金かかるだけじゃん。そう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 、うん、動き変わんないじゃないですか、銀行とかの信頼がつくぐらいで、うんうん、法人にしたら、うん、でもプラスお金ってもっとかかるじゃないですか、法人で。いや、法人にしたところでさ、まあ最初にね、公庫とかでお金借りずにしても事業計画ないと借りれないし、法人なりしてさ、売り上げ全然立ってなかったら会社として機能してないから、ペーパーカンパニーじゃん、これだと。それだったらある程度収益上げてからさ。そうなんですよ、うん、で起業してからでもその過去に遡って経費計上ができるから。なんかその代表取締役みたいな肩書きが欲しいんでしょうね、うん、そういう人たくさんいるからさ、やっぱそういうののなんかアドバイスとかさすると稼げるよね。まあまあまあ、じゃあ会社作ってあげるよっつってさ、まあ、あんなの25万ぐらいで作れるじゃん。そうですね、50もらって作ってあげたりさ。多分そういう子って調べないからさ自分で、うん、ごちそうさまです。まあ、ちょっと新車でゆっくりして。酸欠だよ、気持ち悪いもん。何時間いたの？1時間ぐらい、うん、続いてはバーベキュー、ね、はい、雨の中バーベキューします、今から。あ、あれ雨降ってんじゃん、ダメじゃん、バーベキュー。あ、これさ、ホテルからの景色綺麗そうだよね。あ、綺麗ってマジね。この時間人多いね。多い。受けない。
人が多いっす。ああ、そう。みんな何してんのこれ。出会い系の待ち合わせ場所、うん、なるほどね。あ、じゃあ、あれ待ち合わせなんだ、みんな。いや、とか、うん、あとは彼氏とか友達とか。大体みんなここで待ち合わせるんだ。ハチ公待ち合わせみたいな。なるほどね、あれがハチ公ね。もう富山より断然サバイバルだよね、こっちの方が。富山歩いててこんな過酷な思いしないじゃん。逆にいなさすぎる、うん、よくない？だからいいですね。いいよね。はい、じゃあこの後バーベキューってことで。もう疲れたわ、始まる前から。楽しみましょう。疲れちゃった。楽しみましょう、まあ、プライベートなんでね、うん。中も結構ガチャガチャしてる？いや、まあ、もしかしたら金曜日なんだよ。あ、高評価、いいね、チャンネル登録お願いします。コメントよろしくお願いします。